こんにちは、こんばんは、サケティです。今日もランク戦ヒストリックをプレイしていきます。今日使うのはラクトスサクリファイス。自分のキャラが死んだ時にこう相手にダメージを与えられる、カードになってます。ちょっと黒のカードないですけど、このままいきます。やっと黒のカード来ましたね。間違えた。これがネマスのルース、強いキャラですね。各ターンの間、点数で見てもらうコストは2以下のパーマネント呪文をいつでも一つ唱えていいという非常に強力なキャラです。どうしようかな。ウィーゴサライで一応ルーヌスを、裏切って自分の味方にします。ただこれワンターンしかできないんで、ちょっと次からどうするかまた考えないといけないですね。ちょっとここはもうルールスをちょっと倒しておきたいですね。そうか、ブロックできない
ミスった。ちょっとここはこの裏切りの待てよ、行けるか。こいつを裏切らせて自分の仲間にして、で後でこの魔女の釜で生き延びできますんで、でこの裏切らせたやつを生贄にして、まあ、敵を倒せますね。でなおかつここで大釜の使い魔を、このできた食物を生贄にすることによって復活させることができます。攻撃もしてこないでしょう。あ、いい感じですね。これでこの辺を全部生贄にできると思うんで、あえて諦めましたね。自分犠牲にした後で相手もダメージ与えられるという、このラクドスサクリファイス、いいですね。はい、今日もご視聴ありがとうございました。